皆様こんにちは、フレックスのゴンダです。フレックスではハイエースバン、ハイエースワゴンを含め様々なシートアレンジをご提案しております。本日は弊社でも大人気のバージョン1のシートアレンジを紹介していきたいと思います。それでは特別ゲストをお呼びしたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。千葉北本店の営業ひろつくんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。こちらバージョン1、早速ね、社内の紹介をしていただこうと思います。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ちなみにこちらのハイエースは4ドアの構造なんですよね。はい、そうですね。ハイエース大きく分けてバンとワゴンという2種類ございまして、はい、バンがまあ5人乗り、またはまあ2人5人、まあ、9人ですね、はい、貨物車なので荷物を多く積むタイプのもの。なるほど、はい、今回見てもらっているのが10人乗り、はい、このワゴン車という乗用タイプ、まあ、3ナンバーのお車ですね。こちらですと左側のみの扉になります。なるほどですね、はい、すいません、はい、よろしくお願いいたします。はい、では扉の方開けさせていただきます。はい、こちらはハイエースのワゴン車の2列目と4列目はそのまんまで作られているのかなっていうふうに感じるんですけども、そうですね、はい、2列目4列目は純正座席をそのまま、はい、使用していて、はい、でまあ、3列目の座席の部分を外して、はい、ベッドキットの土台を、はい、お付けしているっていう内装になります。なるほどですね、はい、広いですね。非常に大変後ろも広くなっているので、はい、先ほどちょっと言った通りでステップから乗ってもらったところのすぐの空間が広いので、はい、でベッドキット自体も通路のところが、あ、なるほど、はい、取り外しができるんですね。外せるので、はい、一番後ろまで皆さんスッと乗っていただきますと。そのパッと見で席外しちゃってるじゃないですか、はい、こういった木枠でベッドキット組まれてるっていうことで、はい、これ車検って大丈夫なんですか。はい、この、内装でですね、きちんと、はい、まあ、ハイエースもともと10人乗りなんですけれども、はい、きちんと10人乗りの設定を取っていて、はい、登録する際にデザイナーの構造変更という形で、陸運局の方で、はい、きちんと登録を行ってますので、はい、車検等も何も問題なく、なるほどですね、乗っていただけます。はい、ちなみにその3列目がない、はい、ただ10人乗りということで今お伺いしたんですけど、はい、席はどこにあるんですか。一応この2列目のすぐ後ろの、はい、この、まあ、ベッドキットとして使ってもらってるスペースのこちらに、はい、一応後ろ向きでお二人座ってもらうって、はい、そういうことですね、はい、形で、あの、全部で 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10人乗りの、なるほどですね、はい、取っております。後ろの空間はゆったりベッドマットとして買えるんですけど、はい、実質は8人乗りのようなメインで乗られるとなると、はい、まあ、8人の方がまあ多いかなとは思いますね。はい、どうしても後ろ向きが出てきてしまうので、はい、10人きちんと乗れる設定はあるんですけど、はい、まあ、お話の機器も皆さんのお使いの人数とか聞いて、はい、おすすめはさせていただいております。なるほどですね、はい、ありがとうございます。はい、あれ、ひろつさん、はい、なんかこの車両って、はい、床がポケットではないですよね。ではないですね。そうですね、この車両は、はい、まあ、ベッドキットを作る上で、はい、あの、下が硬くてフラットになっていないと、はい、あの、綺麗なベッドキットにならないので、はい、下に木枠を入れてその上から強力な CF ハーフマット、はい、の方を貼り付けて、あの、床張り施工を行っております。はい、なるほどですね。はい、ちなみにこの床割りのメリットってどんなことがございますか。はい、重いものを、乗せられる方ですとか、はい、あとは普段こう靴とかで乗った時に、はい、掃除が簡単にできるっていう部分が一番ですね。なるほどですね。もう軽く、まあ、掃き掃除される方もいらっしゃいますし、はい、もう正直水拭きだけでスッと終わるので、はい、確かに、はいはい、なのですごく維持がしやすいというところが多いかなと。確かに純正のモケットですと砂とかね、ホコリとかすごい絡まってしまったり、いろんなことがあると思うんですけども、これは本当にすごいですね。街の部分まで綺麗に織り込まれてます。こちらの車両なんですが、ベッドが組んである、パッと見ですごいワクワクしますし、はい、これは欲しいなっていうことは感じてしまうんですけども、はい、やっぱり大きさとか、はいはい、どのぐらいなのかなっていうのがすごい気になるところで、はい、横幅で大体167センチほど、はい、167、はい、縦の長さも大体同じぐらい、あ、
なるほど、170近くある。ちょっとまあそれも短いぐらいですけど、はい、結構できるかなと。なるほどですね、感じなので、はいはい、あとはどうしてもベッドキットの上でくつろいだ時に高さとか圧迫感あったら嫌だなって思うんですけど、はい、どのくらいあるんですか。一応あのこちらのベッドキットの、はい、まあ、座面のところから、はい、天井までだいたい100センチ、まあ、1メートルですね。あ、1メーター、はい、あるので、まあ、よっぽどそうですね、座高がめちゃくちゃ高いとかでしょじゃない限りは、はい、余裕持って乗っていただけるかなと思います。ひろさん、椅子に座ってみていただいても、ひろさん、むっちりされてますね。はい、自分の場合だとちょっとあれですけど、はい、自分ぐらいのちょっとサイズ感の方でも、はい、後ろ側に体寄せつつ、であれば、大人2人とか乗ってもらっても、うんうん、まあ、全然乗れるかなと、はい、なるほど、ちょっと自分の見た目だとそう感じられる方が少ないかもしれないんですけど、例えばご家族でご利用いただく方は、奥様、そちらに座っていただいて、はい、お子さんを最高列に座らせてだとか。そうですね、はい、後ろでって方が多いです。やっぱりチャイルドシートがこちらに、そうですよね、奥座について、はい、奥様こう後ろをこちら座って、はい、まあ、ここあの赤ちゃん見てもらえながら、はい、後ろで座られてるお子さんたちの方も、はい、もう気にかけていただきやすいっていうのが一番かなとは思います、はい、あ、なるほどですね、はい、どうですか、こうそちらの席から後ろに移動する際って、はい、アクセスのしやすさとかってありますかね。そうですね、もうこれがなくなっちゃえば、もうこのまんま、なるほど、ちょっといけるので、はい、まあ、おしめを変えたい時とかに、はい、まあ、社長ですけど、はい、だからそのままこちらに、なるほど、はい、おしめ変える時のちょっとした台じゃないんですけど、はい、その代わりにも使えるので、確かに、その点も奥様たちからもちょっと評価が高いっていう、はい、なるほどですね、なってます。はい、いろんな用途に使えて便利なベッドキットだとは思うんですけども、はい、収納することとかってできるんですか。はい、です。あ、この板の部分を後ろ向きで座っていただきますって言ってた、はい、天張りの中が、まあ、開くので、はい、そうするとこの中に収納していただくことが可能となっております。スキー、はい、スノーボードとかやる方とか も、はい、もうそのまま後ろから一直線に板を置いてもらって、中にホルダーとかそういった細かいもの、はい、靴だとかを入れられる方もいらっしゃいます。あ、なるほど、はい、確かに使い勝手が非常に良くて、いろんな人が乗せる時とかでもすぐ乗ってもらったりとかっていうのができる形ですね。はい、こちらの広々としたベッドキットなんですが、休憩中とかは、はい、ま、後ろ座っていただいてゆったりと、はい、はい、もうこのままの状態で、うん、まあ、座席のところにですね、はい、座ったりとか、はい、自分の体格で乗っても全然大丈夫なので、はい、こんな形でこう足伸ばしつつ、あ、これは快適ですね、はい、座ってもらったりとかっていうのができます、はい、天井もやっぱり余裕がありますね。そうですね、結構ハイエースのミドルルーフっていったところの恩恵なのかなとは。圧迫感が非常に少ないっていう。そうですよね、はい、こんな光景でドリンクホルダーに好きなジュース入れて。そうですね、もう、はい、今こちらですと、はい、ベッドキットの上にまあ置いていただいてっていう形のイメージなので、はい、テーブルなんですけれども、はい、こちらの一部分にこのアルミのレールが取り付けてありますので。なるほど、はいはい、こちらの部分の間であればどこでも取り付けが可能でございます。こちらがレールのところに、はい、上から構わせてあるので、はい、まあ、こちら今押してる状態なんですが、押してもらうと、このようにですね、簡単に、あ、なるほど、なるほど、外せるようになっておりまして、はい、後ろの部分にですね、折りたたみ式の足がありますので、こちらを出していただくと、ベッドキットを外した時にきちんと今と同じ高さになるように作られてますので。おー、素晴らしいですね、はい、なので中で遊ばれる時は、はい、足をたたんで今の状態でキャンプ場でも活躍間違いなしですね。そうですね、もう雨の時とかも、はい、絶対皆さん中入られると思うので。そうですよね、はい、その時にも非常に便利なのかなとは思います。はい、ありがとうございます。はい、このように車の中で快適に過ごすことができるこちらのバージョン1ですが、走行中はどういった状態でご使用いただけるのかっていうところも気になってきます。はい、そのあたり少し伺ってもいいですか。はい、承知しました。はい、例えば一応走行中ですと、はい、今あのテーブルを出るこちらの、はい、メインの一番大きい、はい、天張り2枚と、はい、ゴナさんが乗られている板、はい、この2枚を外していただいて、はい、よりとった足を下ろしてもらって持っていただくと、はい、形です、ね、なるほどですね。板も外した状態のもので見ていただければと思いますので、はい、天張りの方をちょっと移動させて、はい、よろしくお願いいたします。すごく収まりがいいですね。そうですね、はい、で最後に、なるほど、ま、はい、おー、下ろしていただければこのように
使える形になります。4列目なんですけれども、はい、アルミの、支えが入っておりますので、はい、これのおかげで4列目のところもしっかりと強度が保てる形にはなっております。はい、このままだと外すよって言った時に、はい、車内でちょっと邪魔になってしまいますの で、ね、はいはい、この棒をですね、外していただいて上に、なるほどですね、はい、ちょっとこう、まあ、先ほどからの撮影で何かあるなっていうのを気づいたそうですよね、はい、何に使うのかなって、はい、こちらの部分にですね、最後に、はい、マジックテープで固定をしていただければ、これは収まりいいですね、はい、この状態で使っていただくと、よいしょ、サイドの、はい、まあ、足の土台ですね、この自体もこれと同じように中にしまっていただくことが可能でございます。これは手締めのボルトがついてますので、はい、どこに工具もなしで外していただくことが可能です、はい、でお、はい、ちょっとまあ右側の方ですと足をこう、はい、どうしてもタイヤハウスが出ちゃうので、はい、横なければもうこういう奥座りしてもらったりとかもできます。とても車の中とは思えないような、そうですね、はいはい、結構もう後ろお子さんの方が多いので、はい、こんな奥なければかなり余裕持って、はい、乗ってはいただけると思います。はい、はい、これがメトキットの感じですね、はい、よいしょ、停車中であれば、はい、横向きとかで座っても大丈夫なので、あ、なるほど、基本的には、はい、一番後ろの部分で、まあ、こう囲みながら、囲みながらじゃないですけど、はい、乗っていただける形になります。楽しいですね。そうですね、はい、こう中でずっと入れられるので、はい、それは他の車とやっぱりハイエースの一番の違いですね。いかがだったでしょうか。こちらのバージョン1、非常に内装のレイアウトいろいろと変化して、休憩中、キャンプ、たまたドライブのシーンでもいろいろと活躍ができそうな車内です。ただこちらのハイエースワゴン、収納力最大でどのくらいあるのかなと、はい、当初気になりまして、はい、見させていただいてもよろしいですか。わかりました。ヤミと、はい、もらって、はい、あー、なるほど、はい、まあ、先ほどだと4列目のシートも使ってと話をしたんですけども、はい、4列目のシートが張り上げることが可能となっております。はい、なるほどですね、はい、こういった形で非常に広いですね。人数乗るって言っても毎回必ず8人10人だって乗る機会は、まあ、少ない方が多いの で、ね、何か荷物積んで6人とか、まあ、後ろ向きっていうところも使ってで、がっつりここがもう2室スペースとして確保できますので、はい、置物とか、まあ、上に高いものとかもこの状態で積んでもらって、はい、物は単純に多いよってだけであれば、先ほどのベッドキットの状態で、はい、ベッドキットのもう上に、あ、なるほど、置いちゃった方にすれば、はい、先ほどのベッドキットのスペースはそのまんま荷物 の、はい、あの収納スペースとして使えますので、はい、この状態であればお仕事の荷物だとか、まあ、趣味で釣り行かれる方がクーラーボックスだとか、サーフィンやる人がバケツ置くだとか、そうですね、はい、全部対応できちゃいそうですね。はい、ハイエースワゴンに関しては共通ではあるんですが、座席を跳ね上げた状態でラゲッジのこの長い空間、約2m80ございます。ということで、いかがだったでしょうか。本日はフレックスのシートアレンジバージョン1をご紹介していただきました。今回千葉県のハイエース千葉北本店から営業の広津さんにご紹介をいただきました。ありがとうございます。ハイエースに関してもうめちゃくちゃ詳しい方ですので、プロスタッフでございます。もし何かあれば広津さんにご連絡を入れていただければと思います。はい、お近くにフレックスの店舗がない、だけどシートアレンジの加えたフレックスのハイエースがすごく気になります、そういった場合に関しましては、概要欄にフレックス公式 LINE アット、そちらにご質問フォームを設けておりますので、ご連絡をお待ちしております。お待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。